それではタオルを1本用意してください。どんなものでも結構です。まずは腕立て伏せを10回いきます。膝を浮かせて頑張りましょう。背の幅を肩幅よりも少し広く取っていただいて、両膝を浮かせ10回の腕立て伏せです。いきます。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、両膝を下ろしましょう。ではタオルを用意してください。肩幅よりも少し広く持ちます。胸をマットに預けてうつ伏せを作りましょう。足は床から離れないように両手、肘を体に引きつけます。上半身を少し持ち上げて、両手が床につかないように10回いきます。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、下ろします。それではもう一度体を起こしましょう。それではもう一度手を肩の幅よりも少し広く取り、両膝、お尻の真下よりも少しだけ少し後ろに膝をついてください。前に飛び込むように手と手の間に胸を落とします。10回いきますよ。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、 OK です。ではもう一度ラストです。10回いきます。タオルを持ってください。肩幅よりも広く、両手を前に、では手を浮かせて引きましょう。いきます。10回です。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、下ろします。